どうも、お疲れ様です。6月5日水曜日朝6時の相場解説になります。まずこの日足を見ていただきたいんですけども、昨日の日足がこちらの方で陰線でしたね。で、昨日の時点では、その陰線が、一個前の陰線がね、移動平均線の中期に絡んでいたんで、こっから上に反発するっていうことも考えられたわけですよ。ちょうど、 ここみたいですよでも一日終わってみると移動平均線の下まで陰線が進みました。でこの後なんですけどもじゃあ下落トレンドがね移動平均線がちょっと待ってください移動平均線が下の方に向かっていってその下にロウソク足を積み重ねるような下落トレンドの動きになるのかっていうと必ずしもそうではありません。 えー、昨日は明確な材料がカレンダーにあったわけではありませんけども、うん、ドルの金利引き締めの観測からあ、ドルが売られたっていうところがありましたね。で、それに気づかなかった人がテクニカル通りのトレードをして、それが損切りになり、新たなる損切りを次々生んで、昨日の陰線が大きくなったっていうことを考えると、ちょうどね、原因は違うんですけども、ここと同じような現象が起きたとも言えるんですよ。 そうなると移動平均線の下まで値動きがあってもそこから盛り返して改めてねこちらのドルを支持する方向に向かうってことも考えられるんですよだからこれも忘れないようにだからといってそうなるってわけではなくてね下落トレンドがさらに、えー、もうしばらく続くこともありますつまりドル安の観測がどこまで大き引くかってところを今日は見ていかなくちゃいけないかなっていうところですね 下落トレンドから一夜去ってですね、今日の日本市場がどのように昨日の相場を反映するか、ここをじっくりと捉える、そんな午前中になると思います。ではまず4時間の方も見ていくわけですけども、4時間の方は完全に下落トレンドを描いてるわけですよね。で、一応止まるところっていうのはこの辺りになりますけども、ただ、ここではっきり止まるというよりも、 どこかで売りの圧力がなくなって、ポジションが空になり、決済されて、で、含み益を取ってる方も、利確をすることによって、えー、上の方に戻っていくんじゃなかろうかと思います。それがね、ちょっと予兆されてるのが、下ヒがピンセットになってますね。これが、もしかしたら下落が止まったサインになってるかもしれません。もうちょっと様子を見ないといけませんけどもね。はい、で、1時間です。 1>, 1時間を見ると、この V の字が、ちょっとね特徴的です。これっていうのは、もうこれ以上下がりませんよっていうサインの時に出たりもするんですよ。もっと言うと、ダブルボトムになるともっといいですよね。そうなると、こっから反転、復調が起きてくるってことになります。トリプルボトムも同じです。しかし、ダブルやトリプルを描く途中で、下に抜けてしまえば、下落が継続ってことになりますね。 だかからここも今日見ていいい、ななななくちゃいけないそんな特徴になります。ダブルボトムとか3点属がどのように作用して上に向かうのか下に向かうのかこの判断っていうのはもうねそこそこ皆さんできると思いますのでここは外さないようにしましょうはいそれでは以上ですかね、はい、FX 折り合いの方は追加放送をお待ちください